ゃない。お兄ちゃん、ソウスケ君。お、元気にしてたか、アゴ。うん、ほんと久しぶり。我が名は明日か。東の果てよりこの地へ来た。そなたたちは獅子神の森に住むと聞く古い神か。もののけ姫。人が争わずに住む道はないのか。本当にもう止められないのか。やっぱり海って気持ちいいね。水着持ってくればよかったな。いいじゃない、たまには息抜きしたって。ちょっとどういう意味を。だからバカンス楽しまなくちゃ。私の夢はバンドを成功させて日本中の人に自分の名前を覚えてもらうことだった。たとえたった一人の人に呼んでもらえなくなっても。ごめんまこちゃん、つい。あ、また曲がっちゃったよ。まいっか。あれ、時代は変わった。あった。ウサキーン、てってれー。何してる。うわー、おいおい、あ、はるちゃん。何してるんだ。あんと、獅子座流星群を見に来たんだ。音のない真っ暗闇の世界にいても、そこにユミがいるのならすぐわかるわよ。そうね、もしユミが何かの大事故に巻き込まれたとするでしょう。担ぎ込まれたという病院には、エジプトのミイラのように全身を包帯でぐるぐる巻きにされた人が1000人ベッドに横たわっていたとして。怖くないんですか。私一人だから。本日付で刑事課に配属になりました、常森茜です。危機に陥った鴻上さんは獰猛な獣みたいだった。私たちは健全なサイコパスを保つために。やめたー。車の後ろに隠れてたの、待ちきれなくて。かわいいね、ワーゲンバス。目立つからすぐわかった。いいなあ、こんな車に毎日乗れて。あの日、私たちは思い出した。あるいは私たちは本当に忘れていたのかもしれない。忘れようとしていたのかもしれない。忘れたいと思っていたのかもしれない。壁の外には奴らがいる。